裏社会の複数勢力から標的とされる牧村誠。彼女が狙われる理由を探る真島は、誠の面倒を見てきた中国人の針師李に見込まれる。李はかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった。誠を守ろうとする二人の前に現れた男、近江連合貴人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部で、西谷、佐川という二つの勢力がそれぞれ誠を奪い合っていた。徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中、真島は密かにかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまう。しかし最後に誠を手にしたのは、突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。マジマちゃんさ、忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でもマジマちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟に成し付けて、お前を登場会に戻してやる気だったんだよ。You're the one that lied to me about who I was gonna kill, so this is on you. This is all on you. だけど、お前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあるんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして、可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て、俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ、親の前ではな。あ？次の日、その猫を殺してやったよ。でもその前に
あの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。もしかして真島ちゃんの古いお友達？知らんわ、ね、奴。うん。なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あないな小娘に一体何の価値があんのや。知りたい。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。はあ？真島を使って牧村誠という人間を殺せってそれだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟？そしたら女殺せっちゅうのは島野の親父からの命令なんか？そう。だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたんや？さあな。それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ。せやけど気になることはある。ん？奴は女を奪って生きよったが、殺そうとしてるようには見えへんかった。それは西谷も同じや。ん？ちょっと待て。西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか？西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言うてきた。あの子を殺すつもりやったらそない面倒くさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意。おかしいな。初耳だな。まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。あり得る話や。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、札にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。はあ。そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。分かった。真島ちゃんさ、西谷のこと以外に俺に隠し事ないよね？あらへん。はあ。もしも何か隠し事してたら殺す言いたいんやろ。分かってきたね、真島ちゃん。You sure as fuck heal up fast.
そうよ。 いらっしゃいませ。 I don't have money. I'll worry about that later. ありがとうございました。 My bad. All right, let's see here.
Still not sure how to get partners. Okay. So the Mars area is what I've been working on. Is it like with, not hungry. Do I like, physically go up to shops and offer to be partner man? Is that what I do? Yes. Do you need something? Let's see if I can remember how to do this. いらっしゃいませ。
ありがとうございました。I'm gonna do another round of it and then I should get me some partners. You make me money for the partners. I need my money for the partners. ありがとうございました。はい。何やって？はい。ああ Do I have to do it right away, or can I do level up my girls some more? Thank you.
それじゃあ。はい。答えがいのない質問の仕方。会話練習なんですから、ちょっとは真島さんも私が楽しく話せるように気を使ってくださっても。そうですね。私、王子様みたいな人がいいです。え？優しくて、背が高くて、ハンサムで、髪の毛サラサラ、私のことを大事にしてくれて、そして白馬が似合う人がいいなぁ、なんて。Sounds like me. え？どういうことですか？ひょっとして真島さん、自分のこと王子様だと思ってるんですか？ I'm the prince of the night, bitch. そう。面白い冗談をおっしゃるんですね。真島さんは白馬の王子様というよりは王を裏切る悪の大臣ですかね。 What the fuck are you talking about? 何やと。理想を言うだけだったらただですからね。私中学、高校、大学と女子校だったんで、ずっと理想の王子様を思い描いてたんですよ。ほう。あ、すいません。もしかして、やっぱり私、接客でみんなの足。引っ張ってたり。え？この際ですし、聞いておこうかなと。私が接客下手なせいで、みんなの足を引っ張ってたら嫌だなって思ってるんです。え？でしょうか。ああ。なんですか、急にそんな優しくなっちゃって。真島さん、熱でもあるんですか。ん？いや、いつもみたいに罵られると思ってたんで、少し驚いただけです。ありがとうございます。明日にでも白馬の王子様が私のことを迎えに来るかもしれないじゃないですか。そうやな。なんて感情のこもってない言葉。でも彼氏か。いざ自分が付き合うのを想像してみるとなんだか面倒くさそうですよね。え？白馬の王子様なんか彼氏にしたらきっとなおさら面倒くさいんじゃないですかね。デートのたびにお化粧や服装に気を使わなきゃいけないですし、そもそも相手とどんな話をすればいいのか見当つきませんしね。あ、いいですねそれ。ちょっと憧れますね。一緒に白馬に乗って風を切って走る。私は後ろから彼の背中にしがみついて、声を交わさなくても伝わる二人の鼓動。
You didn't know that? My apartment? してください。おい、私そんなに恋愛に飢えてないだけですから、恋愛より大事なものがあるんですよ。付き合ったことくらいありますよ。佐藤君に、 鈴木君、 それに田中君。 なるほど、そうですよね。 付き合ったら普通名前で呼びますしね。 勉強になります。 真島さん。 Okay.
Aren't you just adorable? Now, I wonder if the club makeover actually has an effect other than just the looks. Like, will it actually, add to anything? Seiko. That was a character in, Corpse Party. The Mahjong Jambalaya. I don't want the Mahjong Jambalaya. I wonder what the fan number even does. I can't remember. So it seems like the only point of the fans is just to, get the, rank up, and then eventually, and that'll, cause events to happen. But it's like, well, I'm finding myself wondering what's the, if there's anything beyond that, because I can just get my fan number up just by running the club a few times. It's like... もらおうか。
Is that a real thing in Japan? People just standing around giving out pocket tissues. Man, I guess it would make sense if, like, it was being ran by, like, someone who, if like a specific company had like their logo or something printed on it. I guess that makes sense. Let's go try out the new girls. いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。
Oh shit. I just realized I'm starting to get averages. I used to only ever get poor guys. That just fucking occurred to me. I did not fucking realize that. So that's what the fan count does. That'll bring people that can spend more fucking money. If I get an next time I get an average really happy, I need to think to I'm rank D now. I need to think to try to extend the session. Might be worth a try. Okay, I'm gonna skip through all this because I know where this is going. Goro, 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 John. All right. What we got? I was right about the pretend boyfriend. That was kind of interesting. Alright. Okay, I'm going to check what girls I have available and what moods they're in. I want to make sure I got all my golds, my golden girls, when I go to do that battle. I think if I go out and just kind of wander for a bit, girls that aren't doing good will, you know. Yeah, all my golden girls are not doing good, so let's get rid of them. And then let's just this will actually be a good way to find out for sure if they can recover while I'm just out wandering around, or if they only recover when I run the club with them not on shift. If that makes any sense. Alright, let's head out and do some story real quick. I'll pass the time. I
Actually, I bet I can afford my next girl. I thought there was just one random chick over there cheering us on. Yeah, I should be able to go by the pawn shop as well, and I believe the pawn shop here is... I think it's over here. いらっしゃいませ。ありがとうございます。Oh yeah, I totally forgot to give this guy back his pants. Fuck. Oh shit. Okay. Well, let's head over to Le Mans. いらっしゃいませ。
I should get her the more expensive one, but I think leopard print is ugly, so let's just, no. I wonder if I'd be capable of doing this now. Let's give it a go, feller. Fuck, I forgot that he stands still when he's doing that. Ugh.